こういうの買う人いるんですか？これ今超売れますよ。グルカサンダルっていう。これ裸足で履くんですか？裸足で履きます。あ、ソックス入れて履く人もいますけど、でも全然、夏場にそのサンダルだとちょっとカジュアルすぎて嫌だっていう人が、でも革靴だと蒸れるからっていう、革靴とサンダルの合間みたいな。めっちゃ売れますね。 GU がやってバカ売れしてて。 GU こんなの出してるの？やってんすよ。 GU 今やばいっすよ、靴。あ、そう。はい、本革とかもバンバンやってるんで。そう。で安いんでしょ、 GU とかだと。 GU だと4000とか3000とか。信じられない。信じられないっすよ。3000で本革やっちゃうんで戦えなくなっちゃう、他の人たちが。とんでもないっすね。とんでもないっす。ちゃんとブランディングするしかないっすね。あ、そういうこと。 うちらはなんか本当、例えばエルメスが使ったレザーとか、まあ、そういうのを使って D2C 形式でめちゃくちゃ安くしてっていうので戦えてますけど、今まで普通にやってきたブランドさんだと多分難しいんじゃないかなと思いますね。これ4000円で出されたら死ぬね。死んじゃう。爆死だね。それは。そう。それはきついわ。そうなんですよ。まあ、二極化してるんですかね。めちゃめちゃ二極化してます。みんな言ってるけど中間層がなくなってますね。ZOZO がもうどんどん値段下がってきてるんで、昔と比べるとあの客単価が3000か4000ぐらい下がってるんですよ、ZOZO 単価。あ、ZOZO タウンって。へー。だからもう本当に1品あたりの単価がどんどん安くなっちゃってて、昔の楽天みたいな感じになってます。へー、そうなんだ。前はブランド物がいっぱいあるってイメージだったけど、今本当こう楽天みたいなすごい格安で、なるべくブランドじゃなくて誰も知らない名前だけど安くてそれっぽいものが買えるみたいな。あー、なるほどね。そう、それが増えてきて本当にマス化しちゃって、逆にブランドはもうその中に出してるとブランディング下がっちゃうから引いちゃおうみたいな。すっごい安いか、もう思いっきり価値高くして高くするかっていうしかなくなっちゃいましたね。オンラインだと難しいよね。どうなんだろう。じゃあラグジュアリーブランドはもうどうやって売ってるの？お店で売ってる。ラグジュアリーお店で売ってますね。お店で売ってる。めちゃくちゃ売れてますよ、お店。あ、そうなんだ。はい、オンラインは多分そうでもないと思うけど。それで売れるんだ。売れます。銀座6とかの、あの個展の売り上げとかちょこちょこ耳にしますけど、作態150とか結構普通にありますよ、ラグジュアリーは。めちゃめちゃ売れてます。どういう消費行動？ある意味みんな一緒になっちゃったんですよ、洋服って、これ言っていいのかどうか分かんないけど、バレちゃった感じがするんですよね、みんな何でも実は作れるんですよ。そうですよね、はい、まあ、そりゃそうですよ、ね、そうそう、それがバレちゃったって感じで、例えばユニクロもブランドみたいなものを作れるし、普通のその ZOZO とかで売ってる1万2万円のカットソーを例えば5000円で作るって言ったら5000円作ろうと思えば作れるのがバレちゃったんで、思いっきりブランディングされて世界観作られてるものしか価値がなくなっちゃってるっていうのはあると思います。フェンディとかバレンシアガって入ってれば、まあ、ちょっと安心するじゃないですか。で世界観もちゃんと作られてるから、もう今ユニクロ行っても普通にデパート行っても百貨店行っても1万円出しても5000円出しても2万円出してもなんか全部同じに感じちゃう。だったら思いっきり世界観作られてるヨーロッパのラグジュアリーの方がこれは明らかに違うもんなんだろうなって安心できるんですよ。違わないけど、ね、違わないです本当は。本当はね、すげえ本当にぶっちゃけて言って、このデニムシャツ もう半額以下で全然作れるし、ね、でもバレンシアガって入ってるからね。入ってるから。そう、これはね。そうなんですよ。だからそれだけの話な気もします。まあ、確かにな。このバレンシアガは誕生日プレゼントでもらったやつなんで、キャンプレにね、これ同じやつをオンラインで買って渡さないよね。渡さないですよ。普通にノーブランドじゃないけど、これ全く同じものなんだけど半額以下で買って渡さないよね。渡さないですよね、入ってた方が特別感あるじゃないですか。そうですね。だから多分みんな理由作りに今頑張るべきだと思いますね、洋服は。だインフルエンサーどれだけ巻き込めるかとか、はい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 、ブランディングどこまで頑張れるかとか、多分そういうところしかもう価値を見出せないと思いますね。普通に価格勝負やってたら、もう思いっきり僕らみたいな自分たちで全部プロモーションやって自分たちで生産やってデザインやってっていう超小規模のブランドに勝てなくなっちゃうんで、僕らだってメゾンとハイブランドと同じことやろうとしても3分の1ぐらいの価格で全然平気で出せちゃうけど、他のブランドはそれで絶対できないんで。あ、でもだからこそすごい金かけてるよね。もうすでに確立されてる LVMH とか、あのグッチとかね、あの辺ってもう伸びしろそんなにないじゃないですか。そうですね。だからモンクレールすげえ伸びると思うんだよな。確かに確かに。そういうなんか職人みたいなブランドがちゃんと世界観作ってラグジュアリーに進んでいくとむちゃくちゃ売れますね。グッチと
ちょっと前のモンクレールって似てるんですよね、はい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 、シチュエーションがね。そうですね、うん、あのイタリアのナポリ の、うん、あの比較職人のおじさんが作ったブランドなんですけど、そうですね、うん、トム・フォード入る前は本当なんかなんていうかうだつながらないっていうか本当普通のその革ブランドでしたからね。そうやっとトム・フォードがブランディングしてくれて、そう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 、それで全然変わったじゃないですか。そうですね、うん、だそうなって20倍30倍もっと、うんうん、になったっていうのはすごくいい話だから。結構その類が多いですね。ロエベとかもそうですよ。あ、もともとスペインの本当にこう老舗のレザーバックブランドで、はい、全然大してかっこよくなかったのに JW アンダーソン、あの新しいイギリスのデザイナー入れて、僕よりちょっと若いぐらいですけど、それで今もう女の子どのバッグ一番売れてるかって、今ロエベ抜群に売れてますから。へえ、そうなんだ。そう、ちょっと前まで本当にまあ言っちゃ悪いけどおじさんおばさんっぽいブランドだったのに、全然変わりましたからね。その世界観作って価値高めて全然違う展開していくっていうのは多分これから多くなるでしょうね。うん、だからその展開は面白いなって思ったんですよ。だからなんかユニクロとか GU がやってるのはもうただの価格の叩き合いだから、そうですね、結構厳しいだろうなと思って。厳しい、会社として組織としてやるのはちょっと厳しいなと思って。なるほど、うん、さすがその通りだと思います。うん、なんか世界の潮流はそういう風になってるなみたいな。そこに中国人が参戦してくるわけです。いや、そうですね、恐ろしいよ、ね、恐ろしい、もう日本勝てないですよ恐ろしいですよね、本当に